ちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと手袋をひっくり返してます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はレオパージュさんの公演にまた義出演させていただきます。今日はちょっとマイちゃん毎度声出していい？全然。衣装さん。まいちゃんの声です。衣装さん。まいちゃんが衣装さんを呼んでる。衣装さん。衣装さんがいいんだけど。まいちゃん映るか。今一応映られる。まいちゃんはパック中です。そうね。こんばんは。こんにちは、こんばんは。そうです、マイティです。マイティが衣装さんを探してます。衣装さん、衣装さん、多分衣装さんがいい、そうなんです、衣装さんがいないらしい。お、間違った。かしげさん、さっきマイティが衣装さん探してました。俺がみさくちゃんのこと好きなことミュにバレて、うわー、もうじゃあ二人とも押してください。よいしょ。うわ、入った。あら、え、違うの、それでもなかった。まあ、外してもいいか。肌ボロボロなんですよ、ちょっと。こんにちは。明日なんですけど、なんかいつもより学校早く行かなきゃいけないんですよ。もうやばいです。起きれるかわかんないんですよ。こんにちは。ミュウのお話が出た突然じゃないな、今感じ目だった。最近ミサキのことも好きでしょって、うわー、バレてますね。唐突だ、言われた。唐突が忘れました。唐突テスト、いや、テストは終わりました。
今日のメンバーほぼチョカワやん。確かに。カエル食堂さん、黄色とピンクのペンライト、ありがとうございます。え、私もあのなんだっけ、あ、衣装さん、マイティが読めました。ミサキちゃんの後ろさん、母校ですか？なんか私この前、これで見た。私この前あのメイクさんと、私がカラコン入れたらどうなるんだろうって話してたんですよ。もうすぐ冬休み、そうです、もうすぐですね。うん、嬉しい。初見です、ありがとうございます。超絶かわいい。最近なんか鼻が詰まってるんです。あ、ね、ここ、ここもっといてきます。ここの、なんだっけ、詰まりが取れるって聞いたことあります。私は KFPH さん、かわいいマークありがとうございます。英語94点だった。なんかめっちゃ出回ってますね、私の94点。こんばんは。かわいい本、ありがとうございます。8期生来るちゃん、俺にはミュートの美咲ちゃんいるから関係ない話。よかった。8期っていつ来るんですかね。私も知らないんですよ。私の予想は元旦です。あの衣装さんの髪の毛は変わってます。クニヤンさん、だるまさん、ありがとうございます。これいつもと飾り違うんですよ。レオパージュさんの時は私この飾りなんですよ。この布多めのやつで、チョカワの時はこの透明なやつがボーンって1個出てるのがあるんですよ。カエル食堂さん、ピンクありがとうございます。ピンクペンライト、黄色もありがとうございます。カエル食堂さん、ピンク黄色ありがとうございます。食堂さん、金色もありがとうございます。島城さん、雪ありがとうございます。元旦か、え、どうなの、元旦だと私は予想です。え、いつなんですか。ジュッティと私です。
話今日めちゃくちゃ多くて、これマジかっこいい。縄跳びがある、縄跳びしたい。縄跳び。こんにちは、はじめまして。その衣装よく似合ってます、ありがとうございます。イエーイ。マイエネン24時間でアマテラス、あー懐かしいですね。アマテラス大神様と、アマテラス違うな、やばませんカルちゃんさん、雪マークありがとうございます、ハートもありがとうございます。カルちゃんさん、アマテラス、大美咲さんカルちゃんハート100個ありがとうございます。マグカップの、そうなんです、私は自分ではマグカップ持ってて、今は自分の机の上に置いてあって、エアコンのリモコンあるじゃないですか、あれを入れてます。お揃いですね、二人とも M です。アンジュが A 持ってて、ユナが Y 持ってます。に配信できる年齢で、確かにあと2年ぐらいですねあと2年、じゃあ2年1ヶ月ぐらい、15になったらできるんですね。確か今度お話し会撮ってみようかな、ぜひ撮ってください、お願いします。うん、嬉しい。リモコンで場所分かって、本当にそうなんですよ。マジだろ、あれリモコンどこ、リモコンどこってなります。15分経過しました、ありがとうございます。ではランキング読みます。いきます。13位の方、浩平さんありがとうございます。12位の方、ケンさんありがとうございます。11位の方、エイメイさんありがとうございます。10位の方、しまじょうさん。9位の方、こうださん。8位の方、いっしーさん。7位の方、あっちさん。6位の方、FFF さん。5位の方、ゆうちゃん。
4位の方、キフピーユーチさん。3位